皆さんこんにちは、もみじです。今回は、主人公が貴族に転生する漫画を紹介します。紹介する作品はこちら。最上慎二、異世界貴族として二度目の人生を歩む、です。人名とは思いませんでしたよ。きっと最上の紳士キャラなのでしょうね。それでは中身を見てみましょう。セダンで乗りつけたアデル様が訪れたのは、聖ケテル学園でした。どんな世界設定なんですかね。というわけでこちら、本作品の主人公、アデルです。多分無自覚イケメン設定なのでしょう。アデルが頬染める女性とたちからの視線に戸惑いつつ歩いていると、前方に見知った人物、リーゼロッテを見つけひざまずきますが、相手は自分のことを認識していないようでした。そこで彼は改めて、自分が彼女との婚約を破棄した大馬鹿者のアデルであることを告げると、盛大に驚かれてしまいました。イメチェン大成功ってやつでしょうか。とまあ、いつもの感じのオープニングが終わったところで、時間は3ヶ月ほど巻き戻ります。アデルはかつて、最上慎二という名のサラリーマンで。サラリーマン。この英国紳士のコスプレみたいな人がサラリーマンですか。しかも営業の外回り中ですって。懐中時計に白手袋、そして杖ですか。こんな営業マンが訪問してきたら二度見してしまいそうですよ。そんな彼が横断歩道を渡っていると、正面から歩いてくる少女に暴走トラックが迫り、シンジは慌てて助けに入りますが、死んじゃいました。ご覧の通り、何もない空間に出迎えの神様と、非常に見慣れた死後の世界です。しかしシンジは思いのほか冷静に自分の死を受け入れると、気になっていた少女の安否を神に尋ねます。するとどうやら少女はかすり傷を負ったものの元気に生きているようで、その答えにシンジは安堵しますが、神様は、シンジが助けに入らなければ、少女が無傷で助かっていたと余計な情報を与えてしまいます。いやいや、そこは嘘でも彼が助けたことにしておきましょうよ。何にせよ、彼は無駄死にで、相手が水の女神ならプークスクス案件だった模様です。しかしそれを聞いたシンジの反応は、少女に怪我を負わせてしまった後悔でした。自分の死よりも少女の怪我を気遣う紳士的思考回路ということなのでしょうが、それを言うなら、目の前で知らないおっさんがスプラッタになるという、一生もののトラウマを背負わせたことの方が罪深いと思いますよ。そんな紳士も本来であれば死ぬべき人物ではなかったということで、神様は彼を異世界に転生させることにしました。事故で亡くなった方のほとんどが該当しそうですね。対象となるのは、大病を患いあと数日の命という、とある貴族の後継ぎで、そこに紳士を送り込み、その男を救うとのことでした。転生したら病気が治る仕組みがよくわかりませんが、意識を他人に乗っ取られるというのは彼にとって救いと呼べるのでしょうかね。相変わらず神様のやることは人間には理解しがたいものがあります。こうしてシンジは無事異世界貴族の嫡男、アデルとして生まれ変わったのです。冒頭に比べて随分とふくよかですね。確かにこれじゃリーゼロッテが気づかないのも無理はないです。ただどうやらアデルとしての記憶はあるようで、寝室にやってきた執事のルートビッキーを認識したアデルは、両親に挨拶に行くことを彼に告げ、着替えを始めますが、二人は来客中とのことで、その相手を訪ねてみると、それは彼の婚約者であるリーゼロッテとのことでした。そこでアデルは、婚約者として自分も挨拶に行かねばと、ルートビッキーに広間に案内するよう頼みますが、彼はアデルが向かうことに難色を示しており、仕方なくルートビッキーの制止を振り切って広間に向かうものの、病み上がりの子息が廊下を歩いていても、使用人たちが誰も声をかけないというおかしな光景にアデルは異様なものを感じます。なんか嫌われてるっぽいですけど、幸いなことにその辺の記憶はないようです。そして、広間に入ったアデルが、リーゼロッテから、高熱にうなされていると聞いたけど元気そうじゃない？と聞かれ、ごくごく当たり前に感謝を込めた言葉を返しますが、これまでとは違うその口調に両親は驚き、リーゼロッテも、そんな彼の変化に憎まれ口を叩きつつ、本題に入ることを告げ、アデルに婚約の破棄を言い渡します。そういうのって本人が言いに来るものなんですかね。しかも彼、本来なら余命数日、というとんでもない状況でしたよ。
リーゼロッテの説明によると、理由の一つは彼の実力に対するもので、世界で唯一、最高位の魔力量を持ちながらも、アデルには異能が発現せず宝の持ち腐れであること。そしてもう一つが彼の素行によるもので、大量の使用人を不当に解雇し、勉強や異能訓練も全くしていない彼は、王女である自分の婚約者としてふさわしくないとのことでした。やっぱりクズ野郎でしたか。ちなみにアデル君は公爵家だそうです。まあ子供の性格に関しては原因の多くが育て方にあると思うので、そばで聞くご両親もさぞかし耳が痛いことでしょう。理由を聞いて、自分が彼女にふさわしくないと納得の言ったアデルはそれを受け入れると。続けてこの婚約破棄を、自分から申し出たことにしてほしいと願い出ます。なるほど、ようやくこれで冒頭のセリフにつながるのですね。理由は、王女であるリーゼロッテの世間体をおもんぱかったもので、自分の方から婚約破棄を申し出たことにすれば、世間は自分を愚かな男と評するはずで、その真意を問うリーゼロッテに、第一王女である彼女の名誉と、自分のようなものの名誉は、天秤にかけずともどちらが重いかくらい理解できます、と思いを語り、極上の紳士スマイルで同意を求めます。顔って大事ですね。良いセリフに水を差すようで恐縮ですが、クズとの婚約を破棄した王女、と、クズから婚約を破棄された王女、天秤がどちらに傾くのか正直よくわかりません。そんなアデルの演説にリーゼロッテがほうける中、この場では彼女の名誉を守る形でめでたく婚約は解消され、アデルはその後の処理を両親に任せ部屋を後にします。そして、ここまで知らない体で進んできた過去の振る舞いを振り返ったアデルは、ルートビッキに頭を下げ、学園に入学するまでの3ヶ月間の指導を頼むと、今度は使用人たちを中庭に集め、これまでの行いを真摯に謝罪します。尻拭いも大変ですね。こうしてアデルは、文字通り心を入れ替え、公爵家の後継ぎとしてふさわしい人間になることを皆の前で誓い、学園入学に備えるのでした。といったところで第1話終了です。交通事故でこの世を去り、異世界の性悪公爵霊息になり変わる形で転生した主人公が、その紳士的振る舞いでこれまでの評価を覆し、新たな学園生活を送る物語です。少なくとも1巻を読んだ限り、面白いと言えるところは見つかりませんでしたね。というかそれ以前に、この作品が何を売りにしているのかもよくわかりませんでした。評判最悪の男に転生してしまったことで、その悪評を覆すため四苦八苦するような展開を見せるのかと思えばそんなことはなく、3ヶ月の準備期間の描写もないまま、2話からは学園編がスタートします。そこでも、主人公の悪評は多少はあるものの、面識のある人物がそもそも少ないので、出来損ないの公爵霊息という噂が大きなハンデキャップにもならず、淡々と主人公が活躍する味気ないストーリーです。また、タイトルにまでなっている、最上慎二、という名からもわかる紳士キャラですが、これもちょっと弱いんですよね。そもそも紳士とは何だろう、と考えても、言葉遣いが丁寧だったりレディーファーストを信条としていたりなど、ちょっとした立ち回りや気立ったらしい話し方が特徴的だというキャラ付け程度の認識しかなく、そこにあまり魅力を感じません。実際、そのキャラの特性で大きく話が動くわけでもなく、それどころか、独り言やモノローグまで丁寧語で話す主人公はあまりに現実感がなく、共感性を大きく阻害してさえいますね。また、主人公は唐突に格闘で同輩を圧倒するシーンがあるのですが、格闘術は転生後に身につけたもの、という仕込みがないので、どうやら生前から持っていた技術っぽいんですね。格闘術は一般的な紳士のたしなみなのでしょうか。もともと掘り下げてもいない形だけの紳士キャラでしかないのに、説明もなしにいきなり万能感出されても理解が及びませんよ。それなら、最上流格闘術、なんて注釈でも入れて、ギャグテイストにでもしてくれた方が設定もいきそうですけどね。キャラの個性は大事ですけど、出し方を間違えてる感があります。ということで多分、世界で唯一の、最高位、という魔力量を武器にした活躍がメインの作品なんでしょうね。いろいろと寄り道した挙句、ナローのど真ん中に着地した感じです。ここに関しては、1巻のラストでようやく片鱗が見え始めたくらいなので、
一巻はとにかく、作品の方向性を見つけるだけの作業でした。そんなわけで、よくて、いつもの、といった感じの本作品ですが、作画がね、正直言ってレベルは低いです。こちら、第1話の最初のコマなのですが、学園のパンフレットを車内で眺めている主人公の手にもう違和感ですよ。パンフレットを持つ手、ではなく、ただ手を書いただけ、に見えますよね。この時点ですでにデッサン力もやる気も感じ取れません。そしてそれは、構図や小回りといった漫画家の実力が問われる面においても同様で。例えばこちら、主人公の入学初日の一場面ですが、魔力量の優劣によってクラス分けされるこの学園で、上位と下位の新入生が揉めている様子が主人公の目に留まります。もちろんこの後ろ姿が主人公ですね。そして、上位クラスの男性が、怒りに任せて下位クラスの女性に暴力を振るおうとしているシーンで、主人公が助けに入るという流れです。さあ皆さん、次のコマを予想してください。この拳のアップもなかなかの破壊力ですが、次のコマは、こうなります。はい、拳を止めると想像した皆さん、残念でした。これは間違いなく瞬間移動ですね。ちなみに主人公はこの時点で、異能を使えないので、純粋に紳士としての実力でしょう。紳士すごいです。そしてお次は、主人公が向かってきたこの男をいなすシーンがこちら。はい、どうですか。もちろん相手は空など飛ばず、普通に殴りかかってます。下書きの時点で思いとどまってほしいところですね。とまあこんな感じで色々とおかしいです。もちろん気になるところを抜粋したので、すべてがダメというわけではないですが、キャラの書き分けの甘さ、背景の驚きの白さなど気になるところが多い作画です。紳士、という要素を入れ、独自のキャラを生み出そうとしたところは良かったですが、展開自体にこれといった魅力はなく、作画の悪さも手伝って楽しめる作品になっていない印象です。さて、主人公が貴族に転生する作品の紹介いかがでしたか？なぜ制服を女性向けにデザインしないの？と思ったあなたはチャンネル登録、高評価お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。